空を見上げよう。今台湾のカラオケに来てます。誰より夢を見上げよう。こんな感じでめっちゃ高いです。風よける台湾のカラオケは日本と全然違います。帰ってきました。今日行ったレストランは、中華料理だったんだけど、ちょっとお店の名前とかちょっと読めないから、写真に載せますごめんなさい。まず簡単に、ちょっと長くなっちゃうけど簡単に説明すると、今日の料理は中華料理で、まあまあというか、美味しかった。私はまあいつもよりは食べれる感じだった、スープとか。でも台湾人の人にどっちが美味しいって聞いたら、なんかいつも行ってるところとどっちが好きって聞いたら、いつものところの方が美味しいっていう風に言ってたから、やっぱちょっと、人それぞれの味覚があるから、今日のまあまあ良かった。でもなんか簡単に説明すると、まずそういう台湾の、集合時間だいたい6時半、本当にだいたい6時半、他の友達と会う時もだいたい6時半で、最初台湾に来た時はそれでみんなちゃんと集まれるのかなっていう、なんか早いよね。日本だったら7時とか8時とか集合だった気がするんだけど、私でも台湾だと6時半でみんなちゃんと来てる、ちゃんと集合できてて、それにまずびっくりまずそれに本当に最初本当にびっくりした。で、毎回6時半集合で、それからだいたい11時ぐらいまでずっと続く感じ。すごい長い、ずっと喋ってる、ずっと同じこととか、前もそれ言ったよねっていうこととかも毎回同じこと話したり、でもたわいもない話して、なんかこうワイワイやるのが好きみたい、みんな台湾の人は。そうだね、すごい長いですねなんでそんなに長いかっていうと、カラオケも結構ついてるところが多くて、やっぱ本当に日本の感覚とすごい全然違くて、そのご飯食べるところ円卓、必ず円卓なんだけど、でしかも毎回人すごい多い、10人とか20人とか20何人30人は結構多いけど、それぐらいでみんな円卓で食べて、で大体9時とかかな、なんかみんな食べて喋って、でカラオケのところに、もうほんと隣にカラオケついてるみたいな感じだから、隣の部屋に移動するとか、そういう感じで、もう大体その部屋にその生バンドみたいな感じで歌う人と、こうピアノっていうんだろう、あれなんかちっちゃいあれをこうやりながら歌うっていうのがついてる場合が多いかな、一番。